スタートしました。まず先行争いホームストレッチ横一線です。まずは4番天品、8番ウィンカーネリアン、そして逃げ宣言14番キメラベリテの出方はどうか。7番サリオスも先行していきます。18番のビターエンダー、さらにはラインベックベルトライゼンデと続きます。1番コントレイルは中段馬群の後ろ、そしてその前に里のフラッグがつけました。18頭が1コーナーをカーブです。ここで先頭に立った14番キメラベリテ、リードを2馬身3馬身広げて短期先頭。8番ウィンカーネリアン2番手、3番手インコースが6番のディープボンド、外が18番ビターエンダーで2コーナーのカーブ。5番手追走が7番のサリオス、ここは先頭までは10馬身近く。15番ラインベック、その後4番天品、17番ベルトライゼンで向こう上面に入って少し縦に長くなってきました。5番の里のフラッグが中段の追走、ここは先頭との差13、4馬身あります。前半 1000m は59秒8で先頭が通過していきました。ベルトライゼンで里のフラッグの後ろが3番コルテジア、16番ガロアクリーク、3コーナー手前12番マイラプソリー、その後が1番のコントレイルです。コントレイルは後方、あとは13番のダーリントンホール、2番レクセランス、中盤アメリカンシード、11番クリスタルブラック、最後方9番のブラックホール。馬群はここで凝縮してきて3、4コーナー中間600を通過。14番キメラベリテ、リードがなくなってきてウィン・カーネリアン、ビターエンダーに3番手、4番手が横一線でディープボンド、さらにはマイラプソリー、里のフラッグ、外から1番のコントレイル動いていった。コントレイルが大外から上がっていきます。里のフラッグとともに上がっていって4コーナーカーブ、内はサリオス、直線コースに向きました。さあ内から2投目サリオス、外からはコントレイル、間里のフラッグは現在3番手グループ、ウィン・カーネリアン頑張って200を切りました。坂を登ってくる、あとはガロアクリークが伸びてくる。さあ1番のコントレイル、7番のサリオス、サリオスかコントレイルか、コントレイルだ、コントレイルだ、コントレイル先頭でゴール。無敗対決はコントレイルに軍配、4戦4勝で皐月賞を制しました。